うまい。美味じゃな。うまい。美味じゃ。いくらお金が手に入ったとしても、死んだら意味がないのに。早くケーキを食べて、生きてこの島から脱出しちゃおう。うまい。ん？何の音だ？なんだ、何もいないじゃん。びっくりした。早くケーキ食べちゃう。うまい。マキ起きて。大変だよ。にゃんにゃん。なに？くだらない用事で起こさないでよ。ね、マキ起きてよ。にゃん。なんだよ、善一。せっかく気持ちよく寝てたのに。ん？もしかして、虫でも出た？なんだよ。違うよ。スパークマンに黄金の卵を盗まれちゃったんだ。え？島中に超凶暴なサメも出現しちゃって大変なんだよ、マイッキー。え？今回の任務は中断しよう。早くプロドクター協会に報告して、助けを呼ばないと。え？プロドクター協会に報告？それはダメだよ。それはダメだと思うすけど。うん。なんでダメなの？いや、別に、なんてって、別に理由なんて一個もないすけど。もしかして、ん？マイッキー、トラブルが起きたことを会長に隠そうとしてるでしょ。いや、別に、そういうわけじゃないすけど。ただ、その、会長には、黄金の卵が盗まれたことは、まだ言わないで欲しいすけど。隠すとかじゃなくて、その、自分たちで卵を取り戻せばいいじゃんって思っただけすけど。善一君、一生の願いだよ。僕たちだけでスパークマンから卵を取り返そう。そして会った場所に戻そうよ。分かったよ。でも、危なくなったら助けを呼ぼう。ありがとうございます。早くスパークマンを探さなきゃ。スパークマンは僕たちが乗ってきた船でこの島から脱出するはずなんだよね。じゃあ早く船に向かおう。早くしないとスパークマン脱出しちゃう。時間がないよ。おい、船が壊れてるぞ。これじゃ島から脱出できないぞ。ああ、俺の大切な船が。誰がこんなことやったんだ。ん？待てよ。なんだこれ。え？これってビビリマンの服じゃないのか？それにケーキだ。まさかあいつサメに食べられちゃったのか？鬼ザメ族のサメは賢くて人間の好きな食べ物を使って人間釣りをするらしいからな。あいつのことはどうでもいいから他の脱出方法を考えろ。お前、兄弟が食われたんだぞ。悲しくないのかよ。悲しいだって？むしろ俺の取り分が増えてラッキーだと思ってるぜ。お前冷徹だな。まあいいや。他の脱出方法か。あ、わかった。あそこに行けばきっと脱出する方法があるはずだ。あ、船が壊れてる。どうしよう。え、歯型がついてる。マイキー、これきっとサメに壊されたんだ。え、どうしよう。このままじゃ会長にバレちゃう。僕の初任務が。落ち着いて。船が壊れてるってことはスパークマンもこの島からまだ出れてないってことだよ。あ、確かに会長にバレないで済むかもしれないね。ケーキだ。うまいな。美味しいよこれ。ここに足跡がある。この足跡を追跡しよう。うん、こっちだ。この奥に行けば脱出できるはずだ。ここを渡らないといけないのか。結構高いな。うん、下にはサメがいる。落ちたら一巻の終わりだ。あ、ボクちんの出番かな。アスレチックですね。運動神経の良し悪しが問われますね。ここはボクちん
ナルシストマンがお手を見せてあげましょう。うん、いいけど油断するなよ。落ちたらサメの餌になっちゃうぞ。チッチッチ、僕ちを舐めないでほしいね。こう見えて僕は50メートル走3秒台なんだぜ。見よ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 、この速さを。わあ、本当に速いぞ。ボクちんは足が速すぎて昔からモテモテだったんだよ。クラスの女子全員からラブレターをもらったこともあるんだぜ。ほら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 、圧倒的な量じゃないか。どうだい、このラブレターの数を見てくれ。本当だ、本当にラブレターだ。こいつ本当にモテモテだったのか。あれ、でも待って、ナルシストマン、君はいつも昔のラブレター持ち歩いてんのか。変なやつだな。このイケメンナルシストマンが向こう岸まで行って差し上げましょう。どう、よきよき、うっ、みよ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 、どう、おい、ナルシストマン。君がかっこいいのはよくわかったから早くクリアしてくれよ。音が疲れてるんだよ。せっかちな男はモテないぜ、スパークマン。イケメンになるにはスピードよりも美しさが大切なんだぜ。あ、なんだ今の音。あ、サメがジャンプしてるぞ。一箇所に立ち止まってると狙われちゃうぞ。驚かせないでくれよ。こんな高いところまでジャンプできるのか。でも届かなくてよかったぜ。ナルシストマン。だから行ったのに。ナルシストマンのおかげで一箇所に立ち止まらなければ大丈夫ってことが分かったぜ。どけ、スパーカー、お先。あ、いた、あそこだ。おい、スパークマン、黄金の卵を返せよ。君のせいで僕は会長に怒られるかもしれないんだぞ。やばい、スイッチたちが来たぞ。逃げよう。いや、ここにいよう。え、なんでだ、追いつかれちゃうぞ。いい案があるんだ。ここで待ち伏せして、あいつらがこっち岸に来たら俺の奥義であいつらを下に落としてサメの餌にしちゃおうぜ。おー、それはいいやんだ。さすが意地悪マン、腕だけは確かだな。おい、善一、マイキー、卵返してやるからこっち来いよ。え、本当？返してくれるの？でもなんか怪しいな。何か企んでそうだけど。あー、でもよかった、これで会長にバレないで済む。あ、怒られないで済むね。と、ちょっとマイキー待ってよ。とマイキーのやつまんまで言ってたんですよ。まだだっつーの、そんな簡単に黄金の卵返すわけないだろ。スパークマン、さ、黄金の卵返してよ。元の場所に返そう。嫌だねー。それは罠だよ、マイキー。今から、お前らは下に落ちて、サメの餌になるのさ。わ、なんだこの技は。なんで俺まで、裏切ってない、一丸まーん。これが俺の自然系奥義、アクアプッシュだ。これで黄金の卵は俺様一人のものだ。今までご苦労だったな。出た？なんだよ。せっかちな男はモテないぜ、スパークマン。イケメンになるにはスピードよりも
美しさが大切なんだぜ。わ、なんだこの技は。